今回はそのツイッターにアップした動画を、総集編みたいな感じで、時系列にちょっとまとめて、見ましたと。はい、皆さんこんにちは。37年ぶりギターの岩塩です。今日は前回も少しお話ししたこのギター講師高純先生が出している一人完結型アコギフレーズレシピ本、これの練習内容というか練習した結果ですねをちょっと動画にまとめてみました。この本ですね、全部でおよそ190フレーズぐらいのフレーズが収録されていて、それぞれのフレーズは星1つから星5個まで難易度別に分かれています。で、今回なんとこの中の星1つ全部制覇しましたということで、これまでの星1つの結果、それをですねちょっと動画にまとめてみました。星1つは全部で16種類あってですね、僕がこの本の練習を始めたのが今年の1月7日、そして今日が3月3日ということで、55日間で16個の星1つのフレーズをなんとか完成させましたということになります。で、それぞれ、そのフレーズが弾けるようになったタイミングで、ツイッターにアップしていたんですけれども、今回はそのツイッターにアップした動画を、総集編みたいな感じで、時系列にちょっとまとめて、見ましたと。どちらかというと、僕の日記代わりのような動画ですが、もし、ちょっとどんな風に、上達したのかなって覗いてやろうと思うような人はぜひ覗いてみてもらえばかなというふうに思います。それではどうぞ。
いかがだったでしょうか。まあ55日間で少しは、進歩したかなというふうに思います。正直後半の方はこれが本当に星一つなのかというような、レベルに感じましたけれども、明日からは星2つの練習に取り組んでいきたいと思います。また星2つも、少し動画が集まったところで、こんな感じで総集編を出していこうかなというふうに思います。それでは今日も拙いお話と演奏に付き合っていただきましてありがとうございました。それではまた次回、バイバイ。